Surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time. So don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. Hello. Hi. Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us uh, from Tokyo. Uh, first of all, I just want to ask how are you doing? How are you feeling? How are things right now uh, over there in Japan? 東京で、はですね、えーっと、まだ非常事態宣に多いうのが出てて、えーまあ、ちょっとコロナの,あの患者数が増えつつあると。で、ワクチンをそろそろそ打ち出そうとしきる、そういう感じです。ね。Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon.、Um, let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? まあ今までのものづくりっていうのは、まあ 今自分がいる世界を見て、うん、で地続きで5年後10年後20年後どうなるかっていうのを考えながらそこにエンターテインメントを加えていって、まあ、作ってたのが結構その10年後20年後に当たってたりっていうのはあったんですけど今回の DS に関してはもう発売直後になったので、えー、ちょっとかなりものの考え方が変わったというかものづくりのスタンスがちょっと変わったというか。 いいろろ考えましたあの,今後のものづくりあのやっぱりエンターテインメントである以上まあ、えー、楽しんでもらって、えー、そのプレイヤーのためになるものを作りたいっていうんですけどこんなにも早くこう時代が追いついてくるとちょっとこうなんていうんでしょうねフィクションじゃなくなってしまうので。でなんで今回のコロナの中でえー この先をどう作るかっていうのはいろいろ考えましたねあの。他のクリエイターも多分大きく考えていると思います。911の時と同じような感じだと思います、ね。これからエンタメをどういうふうに切り取っていくかっていうのはやっぱり大きな課題ではありますね。Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima Entertainment is going to be.、Um, I don't know how much you can say, but can you give us any sense of

それをどうするかというその予測ですね。あのまあ、全くこう宇宙人が攻めてくるとか、えー、そういうゲームであればあのこの中でも関係ないんでしょうけど、えー、やっぱりこう、えー、社会性の基盤を持ったらエンターテインメントというのを作りたいですし、えー、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中で。 ちょっとこしょう紹介したいというのもあるので、今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが、今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか、えー、そこはすごく神経質に、なってます今。All right, f a I r enough. I tried.、Uh, well, Mr. Kojima, honestly, I I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. Uh we miss you and we can't wait to see what you're working on uh next so um thank you